こんにちは。札幌グランドホテルノーザンテラスダイナーの岸沼です。本日はコーンスープを使ったフレンチトーストを紹介したいと思います。それでは材料の説明をさせていただきます。まずご用意していただくのはパンですね。本日はフランスパンをご用意しました。ご家庭では食パンでも構いません。でその次に、卵で、本日のコーンスープは、札幌グランドホテルのコーンスープを使用して作りたいと思います。ご家庭の方では、市販にあります、コーンスープをご利用ください。はい、それではまず最初に、パンを切っていきたいと思います。厚さは 薄すぎず厚すぎず、そうですね、約2センチほどの厚さになればいいと思います。このぐらいの厚さでよろしいかと思います。こちらをちょっと深めのお皿に入れておきます。そうしましたらボウルをご用意いただいて、まず卵を割っていきます。でこの溶くときに、砂糖ですね、砂糖を入れて、分量の砂糖を入れまして、ここでもよく一度混ぜて合わせてください。でここにコーンスープ、そして牛乳ですね。で深めのお皿にパンを入れたところに今のこれ、卵と牛乳、コーンスープを入れたものを染み込ませていきます。で最初たっぷりに感じますけれども、パンがこの液を吸い込みますので多いぐらいで十分かと思います。で一度漬け込んだらすぐひっくり返しまして、約そうですね10分おきぐらいに上下をひっくり返すのを繰り返してください。長ければ半日で、大体そうですね1時間もあればある程度吸い込みますので、そちらの方から焼くようにしてください。約1時間になりますとこのたっぷりある液体がパンがどんどん吸い込んでなくなってますので、そうしましたらこちらですね、こちらが1時間経ちました、先ほど卵、牛乳、コーンスープをの液を作って浸した状態です。でパンも少しさっきよりも若干こう膨れるような形になると思います。それではただいま焼いていきたいと思います。ただこちらバターをよく熱したフライパンに落とします。でバターが溶けましたら、入れていきます。それでは、片面の方、よくこのぐらいですね、このぐらいのきつね色に焼けましたらひっくり返します。でひっくり返しましたら、火の調節は少し弱火にしまして、あと中の方までじっくりとこう火入れるような、はい、それでは、ですね、片面蓋をしてよく焼いた後に少しこう真ん中を押してみてください。その時に中から汁的なものが出ないようでしたら、しっかり中まで火が入った証拠になります。それでは盛り付けていきたいと思います。で
仕上げにですね、こちら粉砂糖粉糖になります。割とたっぷりかけてあげてください。でご家庭に蜂蜜などがございましたら、蜂蜜を上の方からたっぷりと、はい、どうぞ。コーンスープのフレンチトーストになります。コーンスープを使ったフレンチトースト、どうぞお家でもお召し上がりください。